ざます。生を3つ、はい、お願いします。これそうか、始まってんのかビール頼んだから。そうですね、何頼もうか。おすすめはね、このじゃこネギオムレツとか。おー、オムレツいいじゃないですか。エビパンとか。あ、エビパン食べたい。うん、エビパンね、最後ちょっと、もうちょっとしたら、はい、ただ単にアスパラ塩コショウとかも美味しい。あー、いいっすね。あとこの黒七味焼き、大仙鶏、これも美味しい。美味しそうですよ。これ何屋さんですか？和食です。和食屋さん。和食屋さん。じゃあ何でも。そう。刺身もあるしね。刺身ね、いいですね。はい。これ急に始まったら何ですか？何がですか？急にお呼ばれしたんですけど。そうなんです。ちょっと黙っててもらメニュー決めてから。すいません、ちょっと今頼んでるんで。ちょっと多分皆さんお聞きの方はお分かりかもしれませんが、そう、声違わね、いつもとって、うん、関西弁じゃなくない？そうそうそう、いつも低いって、そうざわついてるんですよ、うん、あ、一番喋ってる私は梅ちゃんです。そう、梅さんはいるんです、はい、梅さんはこっちにいるんです、はい、ですけど、はい、今日呼ばれたんですけど、なんかちょっとこうやっぱね、なんで声が違うのかってこと、うん、やっぱご説明しないと。そうですね、まず乾杯しようか飲まないとやってらんないからとりあえず。まず乾杯しましょうか。乾杯ね、お願いします。乾杯、お疲れさんです。あ、見てください、このお通しの美味しそうな感じ。湯葉と、美味しそうですね、湯葉とわさびとみたらし団子のあんみたいな、かかってます、ね、美味しいもの目がないよね。そうそうそう、ほら、うん、美味しい、美味しいんですよ、美味しい。何この湯葉の食感と、なんか借りてきた猫っていう言葉がこういうところに、ね、なんか梅さんが連れてきたんですよね、うん、そうなんですよ。あのまずね、その大元を話すあの、うん、関西弁のお兄さんが、そう、子供が生まれて双子で、うん、大変だからね、2人生まれて、うん、で取れない、うん、で梅さんが、うん、探してくれてね、なんか歓迎会です。 ありがとうございます。そうなんですか、ちょっと説明してくれないとありがとうございます。で、私梅さんと飲むのも初めてだから、実は確かにね、実は、うん、それこそ太田プロに入った時が、うん、ちょうどコロナが始まる1年前ぐらいで、あ、でもそうだ、梅さんついた時ぐらいに始まったんだコロナが。で、飲めないからいつかご飯会しましょうね、しましょうねって言って、はやもう4年ぐらい経ちました。あれ早っ、怖っ、うん、じゃあ、乾杯。ちょっとね、あの梅さんのちょっと素敵だなっていう声が、あ、そうですよね、あの、それ見ました、僕もコメントで、はい、い思いのほかマッキントッシュの回からちょっと梅さんの、うん、あったあったあれがね、グッと上がったのよ。そう、上がっちゃいましたね、上がっちゃったのよ。梅さんでもほら、ベイビーフェイスじゃないですか、うん、ね、それすごい言ってくれます。そう、ベイビーフェイスなんですよ、なんか子供みたいな顔してるし、純粋な二重みたいな、なんか純粋な二重ですよ。これです、これ、アップされても、これが梅さんでございます。何してる人ですか？あ、ね、友達なんですよ、ちゃんとテレビ番組作ってる。あ、作ってる人？そう、作ってる。失礼しました。何、うん、て呼べばいいんですか？カッシャン、カッシャン、カッシャン。え、みんなにはどう呼ばれてるんですか？カッチャンって、カッチャン、カッチャン、カッチャン、きついね、カッチャンね、ちょっと慣れないし。カッシャンでいいですか？ありがとうございます、カッシャンで。じゃあカッシャン、はい、皆さんよろしくお願いします。カッシャンで、ね、わー、美味しそう、わお、はい、カンパチ、ホタテの刺し盛り、ホタテとカンパチ、うん、はい、刺し盛りですね、いいですね、いいですね、いいですね、こういうね、そういうもののレモンとか、
使う人ですか、どうしよう。私ね、これをビャーって絞るのは嫌なんです、うん、されるのも、うん、そう、あの好みがあるからね、そうなんです、ね、聞いてほしいの。ほら、唐揚げとかもさ、そうそうそう、ちょっと絞っていいですかって、すごい可愛いじゃん、うん、あれ嬉しいんだけど、うん、あ、結構絞ったねみたいなあ、レモンの味になっちゃったみたいな、全部みたいな、わ、うん、かります。あの、だからもちろん絞る気遣いもあるけど、さらにその上に絞らない気遣いもある、ね、そうなんですよ。そう、上には上がいる、人、うん、それぞれの食べ方があるから、わかります。カシャンお皿ありがとう。カッシャンはね、今日初めましてですからね。初めまして、よろしくお願いします、本当に。でもなんか、うん、あんまりね、こう、あれじゃないですか。うん、私がこうかしこまっても、カッシャンがしんどいのかなとも思うし、うんうんうん、カッシャンもほら、梅さんもさ、うん、既婚者じゃん。うん、そうでしょ。嫁はど、もうゴールチェーンの嫁と、何嫁なんですか。ああ、これは、こっちは言った方がいいよ。うちの奥さん、レミさんの大ファンなんですよ。やめてほしいな、そういうの。なんかこれ嘘っぽくなっちゃうんですけど、うん、なんかね、そういうのは、うん、いや、本当に、うん、もう今グッと下がったよね、見るなんかグッと、なんか嘘っぽいですけど、はいはい、はいはいみたいな。違うんですよ、重ねる時間も。そうなんですよ、マジですか。借りてきて、なんか嘘っぽいから本当だ、家にあるんですよ、これ。すごくないですか。そう、でも熱狂的な。そうなんですよ、だから嬉しい、個人的には縁があるなと思って勝手に、はい、勝手に思ってました。ありがとうございます。超美味しい。これなんすか。じゃこネギ。あ、じゃこだけどね。そう、オムレツっていうのかな、うん、全然これ食べてない。食べよう食べよう。本当にいいお店ですね。いいお店なの、大好きやでしょ、うん、私がよく来る店なの。ぜひ遊びに来てください、皆さん。なんてお店ですか。マニンです。あ、間に人、人間の逆です。マニン、マニン、いいですね、これ、うん、美味しい。第一印象どうだったんですか。え、めちゃくちゃ爽やか、うん、で、なんかこう最初からあの自分の意見じゃなくて相手の意見を聞こうとするタイプの人だなと思う。そんなに最初で分かるんですか。なんか、いや、そう、それも聞いてみたかった。確かにね、うん、そう、なんかね、すっごいそういう感じだった、うん、もう忘れましたね、あの畳のね、そう、畳の部屋で、そう、ね、そうで、あの、変わりますよって言われて、どうかな、どんな人なのかなと思ってたら、なんか物腰の柔らかい、でもなんかヘコヘコマンではないから、うん、なんていうの、そこがすっごい魅力的だと思う。なんかだいたいこういう優しいタイプの人って誰の悪口も言わなかったりするんだけど、やっぱ毒を持ってるから好きなの、ね、私は毒ある人が本当に好き。ちゃんとその毒をかい、うん、ポンって出せる人が絶対に私はうまくいく。それは悪口とかそういうことじゃなくて、うんうん、自分がその人を得意か苦手かっていうことってすごい大事だと思うんですよ、うん、でもなかなかそれって言えない、うんうん、いや、もちろんその人の前ではわーってしなきゃいけないんだよ、人間だし、うんうん、仕事だから、お仕事だけどわーってするんだけど、うん、いや、あいつ嫌いっすって言えるか言えないかって結構大事だと思うんですよ。確かにね、そう、それ言える人いい。それがバランス的に客観的なバランスだといいですよね、うん、そうなんですよ、その個人的な意見じゃなくて、そうそうそう、だから確かにこの人嫌だよねっていう、うん、そう共感がやっぱ合うんですかね。そうそう、うん、嫌いなやつが多分一緒っていうか、そう、いや、 やばいやばい、もう嫌いなやつばっかの話してる練習になっちゃうからそういうことじゃなくてたまに出るね、そうそう、あの人苦手ですわとか、そう、うん、とかが結構 ね、 そうっすね、似てるかもしれない。へえ、トムさん第一印象はどうでした。第一印象はね、和室で、いや、じゃあまずちょっとやっぱ昔の、うん、やっぱバラエティやってる、あ、キャンキャンな、そう、イメージが、パーというね、そう、イメージがあったし、はいはい、ダチョウクラブにガンみたいな、そう、はいはいはい、あったし、あとなんかまあこれ使いづらいけど、マリオバと全然違うけど、マリオバと違う、この人、そう、めちゃくちゃ、私すげえそういうこと多いんですよ。なんか悪く言われて、うん、みんなそれを引きずってくるから、うん、え、めっちゃいい人じゃないですか、そうそうそう、みたいな、いい人
人でもないんだけど、そこまで悪くもないですみたいな感じ。でもいいですよね、本当に。本当裏もないですよね。裏もないし、それもちゃんと、なんだろう、はい、表でもだからそのまんまですよね。いや、すごいな、カメラマンの手数。どうですかね、うん、昔のが若い頃のがやっぱね、飾りますもんね、ツンカツンして、うんうん、違ったんすか。いや、全然違う、クソ生意気でしたから、ね、裏表はないけど、なさすぎた、昔は、うんうん、もっとなくて、ね、ツンケンしちゃうというか、うん、もうむき出しだった可能性はありますね。もうむき出しですよ、うん、こいつ嫌い、なんすかみたいな、うん、なんか怖っとか、うんうん、なんかそう、もう自分を守らなきゃみたいな気持ちでいっぱいすぎて、わかります。なんかそう、芸能人の人の若い人ってみんな、今はわかんない、今の時代わかんないけど、うんうん、あの頃って本当になんか友達にもなれないし、でも私はバラエティ大好きですから、うん、でも比重がねやっぱありますよね、うん、今ってどうしてるんですか。今もう洋服ほぼ、うん、そうそうそう、洋服己の会社がほぼになって、やっぱテミさんがやりたいから、うん、やりたいし、うん、だそこもねちゃんと考えなきゃなと思って、うん、梅さんとこんな話すことないから、うん、この感じ普段やってないですか。ないです、うん、会議とかしないです。会議しない、ね、感覚、感覚梅さん分かってんだろうなっつって感覚、たまに間違えて伝わってた。カメさん、そういうことじゃないです。あ、そうなんですか。分かりました。確認します。確認します。カメさん。いや、いい関係だと思いますけどね、梅さん。いや、楽ですよ。めちゃくちゃ、うん、こんなね、距離感が楽な人ないですよ、今まで。うん、あの、ガツガツ別に来るわけでもないけど、うん、必要な時はちゃんと動いてくれるし、うん、なんかそういう人って少ないですよ。全然もうこんなバランスのいい人いないんじゃないですかね。なんかだから全然普段プライベートね、うん、そんな飲んだりしないけど、うん、信頼してますよ、めちゃくちゃ、うん、でもなんか早かったっすね。そう、なんかね、楽になるのが早かった、うん、面白いですね、うん、だから縁があるんだと思います。ご縁ですよね、うん、多分ね、うん、そうそう、だって最初からさ、梅さんだったらまた違うわけじゃん、うん、そう感覚が、うん、大谷入って、うん、まあ何とも言えませんけど、いや、いいですか、はい、辺見さんがそれ言うのはいいんですけど、はいはい、そうってずっとうなずいてる、そうだと思う、そうだと思う、マネージャーが言うんだよ、それなんか辺見さんがずっと褒めてるのに、そうだね、俺もそうだと思う、今日はもう梅さんとのもうあったかい話で、はい、梅さんと、梅さんと私の関係っていう、あの題名で、なるほど、お互いのろけて終わりましょうよ、はい、じゃあ2人締めて、いいタレントがいいマネージャーです、梅さんほら夢の、あ、じゃあ仲いいな、呼んでね、呼んでね、はい、せーの、チャンネル登録お願いします、グッドボタンも押してね。いや、回んない、これ絶対回んない。これダメ。